シェルピンスキーのカーペットの六ステップカントールのゴミ、シェルピンスキーのカーペットは、1919年、バツワフ・シェルピンスキーが発表した平面フラクタル、カントール集合を二次元に一般化したものである。同様のものとして、カントールのゴミもある。二次元平面に投影された任意の一次元のグラフが、シェルピンスキーのカーペットの部分集合に対して、位相同型であるという意味において、 このフラクタルはユニバーサルカーブであることをシェルピンスキーは示した。自己交差せずに二次元表面に描けない曲線について対応するユニバーサルカーブはメンガーのスポンジであり、より高次元の一般化である。この技法は三角形、四角形、六角形などによる平面重点にも応用できる。平面重点以外には応用できないとされている。 シェルピンスキーのカーペットを構築するには正方形を支点とする。正方形を9つの合同な部分正方形に分割し、ちょうど各辺が3分割されるようにし、中央の部分正方形を取り除く。同じことを、それぞれの残りの8つの部分正方形に無限に再帰的に適用する。カーペットのハウスドルフ次元はログ8、ログ31.8928である。 カーペットの面積は例である。近年、シェルピンスキーのカーペット上のブラウン運動が興味を引きつけている。マーチンバーローとリチャードベースは、シェルピンスキーのカーペット上のランダムフォークが単なる、平面でのランダムフォークよりもゆっくり拡散することを示した。後者では N ステップ後の平均距離が N1、2に比例するが、シェルピンスキーのカーペット上では N1、 ベータに比例し、ベータにである。彼らはまた、このランダムウォークが、強い大変差不等式を満足し、大円ハルナック不等式を満たしつつ、放物線、ハルナック不等式は満たさないという性質を持つことを示した。このような具体例の存在は、長年の未解決問題だった。ありがとうございます。